次の衆議院議員選挙に向けて自民党本部は福岡9区について支部長を置かないことを決めました。自民党は福岡9区と10区で次の衆院選に向けた公認候補予定者となる支部長が不在の状況が続いていました。自民党福岡県連によりますと、党本部は今日福岡9区について支部長を置かないことを決め、県連が推していた参議院議員の大家聡氏は選ばれませんでした。これまでの経緯経過からして私自身も腑に落ちませんし、地元がそれでは納得いきませんというお答えをさせていただきました。また福岡10区については福岡県議会議員の吉村遥氏を支部長に決定しました。一方、自民党の北九州市議会議員で三原麻人氏と大石仁人氏が今日それぞれ福岡9区と10区から出馬する意向を改めて示していて、保守分裂となる可能性があります。